しがらき焼き。しがらき焼きは、滋賀県甲賀市しがらきを中心に作られる石器で、日本六雇用の一つに数えられる。一般には、タヌキの置物が著名であるが、口実のように多様な発展を遂げている。しがらきは、付近の丘陵から、良質の糖度が出る土地柄である。長い歴史と文化に支えられ、伝統的な技術によって、京に伝えられて、 日本六古洋の一つに数えられている。しがらき特有の土味を発揮して、のぼり釜、穴蔵用の焼成によって得られる温かみのある、黄色、黄色の発色と、自然釉による、ビードロ釉と焦げの味わいに特色づけられ、土と炎が織りなす芸術として、詫び、錆びの趣を今に伝えている。しがらきの土は、耐火性に富み、過疎性ともに腰が強いと言われ、大物作りに適し、 かつ、小物作りにおいても採掘しやすい年性であり、多種多様のバラエティに富んだしがらき焼きが開発されている。しがらきは、奈良、山城などの機内と東海地方とを結ぶ交通路でもあり、茶の湯の中核として発展した経奈良に近いことから、後に茶道しがらき焼きが発展した大きな要因と考えられている。また、焼き物に良好な糖度が豊富にあり、 東京たちにとっても理想郷だったと言えよう。中世より穴蔵用、穴窯によって壺、亀、すり鉢などの焼き物作りが始められ、日本独自の陶器産地としての歴史が展開してきた。素朴さの中に日本人の風情を表現したものとして、室町、桃山時代以降、佐藤の流星と共に茶刀しがらきとして、 茶人をはじめとする文化人に親しまれ、新調されてきたのもそのゆえんとも言える。江戸時代には、商業の発達に伴い、茶壺をはじめ、土鍋、とっくり、水亀などの日常雑器が大量に生産され、幕末には、陶器製陶苗具の一大産地であった。明治時代には、新しく開発された生固有を使った、火鉢生産が始まった。その他、新物器や 手記などの小物陶器や、壺などの大物陶器も生産され、質量ともに大きな発展を遂げた。昭和の時代に入り、第二次世界大戦末期には、金属不足から陶器製品の需要の高まりとともに、火鉢の全国シェアの80%を占めたが、1950年代後半から1970年代にかけて高度経済成長による生活水準の向上により、 電気や石油暖房器具の開発、普及が進み、生活様式の変貌に伴い火鉢の需要は、減退に見舞われる。しかし、生固有を取り入れた、高級盆栽鉢や観葉鉢を生み出すなど、品種転換、生産主力の変更に成功する。現在では、日用陶器の他建築用タイル、陶板、狸や、フクロウなどの置物、傘立て、庭園陶器、衛生陶器など、 大物から小物に至るまで、しがらき焼き独特の詫び、サビを残しながら、需要に対応した技術開発が行われ、生活に根ざした陶器が作られ、今日に至っている。1976年、昭和51年に、国から伝統的工芸品の指定を受けている。しがらき焼きの特徴は、途中の鉄分が赤く発色する火色や、釜の中で炎の勢いにより、 器物に、灰の降りかかる、灰かぶりの減少による、自然交換遊ビードロ油の付着、また、焚き木の灰に埋まり黒か主食になる、焦げも含めた、炎が生み出す、独特の焼き上がりにあると言われている。腰柄木にはしばしば見られる特徴的な洋変の、減少もある。木面の素地が荒く、細かな石粒、石英粒や、長石粒、傾斜などが多く含まれていることも、 特徴の一つと言えよう。しがらき焼きの焼かれた甲賀地域、滋賀県西南部は伊賀地域、三重県と隣接し、そのためしがらき焼きと伊賀焼きは雰囲気がよく似ていると言われるが、これは同じ小瓶湖層の粘土層を利用している他で、小しがらきと呼ばれる、しがらき特有の土味を発揮して、素朴で温かい上感は、この小瓶湖層の粘土にあると言えよう。 海遊の他にも、植木鉢や火鉢に見られる、生固遊など、絵付けの商品が少ないためカユ薬の種類が多い。ことや、大物作りの成形、乾燥、焼成技術なども、しがらき焼きの代表的な特徴である。また、作家によって、焼き締めや小引きなど実に、バラエティーに富んだ焼き物を楽しめることも、しがらき焼きの特徴に挙げられる。したがって、 現代のしがらき焼きは様々な技法が用いられる個性あふれる器であると言えるだろう。しがらき焼きの狸の置物の歴史は比較的浅く、明治時代に陶芸家の藤原哲造が作ったものが最初と言われている。1951年昭和26年昭和天皇がしがらき町行行の際、たくさんのしがらきたぬきに日の丸の小旗を持たせ、 沿道に設置したところ、狸たちが延々と続く情景に環境を覚え、歌を詠んだ逸話が新聞で報道され、全国に知られるようになった。しがらき町長野、新宮神社に火碑が立っている。縁起物として喜ばれ、狸が他を抜くに通じることから、商売繁盛としゃれて、店の軒先に置かれることが多い。 しがらき焼き八層演技にちなんでふくふくとした狸が、編み傘をかぶり少し首をかしげながら、右手に、特左手に通帳を持って突っ立っている、いわゆる酒飼い小像型が定番となっている。今では、狸の置物は、しがらき焼きの代名詞のような存在となり、しがらきへのアクセス路線である、しがらき高原鉄道の車体には、狸のキャラクターが描かれている。 サントリーが発売するウイスキー、オールドは、黒い瓶と白いラベルとのコントラストが、しがらき焼きの狸を連想させるとし、愛飲者から、狸の愛称をつけられている。しがらき町の観光協会が定めた記念日。もともとは2008年に8創演技から8月8日を、日頃立ちっぱなしで頑張っている、狸の置物にお休みしてもらって、 しがらきは、たぬきの置物だけじゃないとアピールする意もあり感謝する日、たぬき休むで、例を定めたが、2012年に、さらなる発展を目指し、開催月を、いい月の頃から、11月、名前も現在のものにリニューアルした。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。